はい、皆さんお久しぶりということで、カツ&ブレインバスターズの、YouTube ラジオ始まりました。今日はですね、メンバーが来ています。はい、こんばんは、アキヤです。イエーイ、よろしく。ボーカルアキヤさん、そしてはじめまして、ギターの工藤です。工藤ちゃん、よろしくお願いします。来ています。はい、今ですね、これ流れてるのは、メキシコ68のリミックスですね。リミックスバージョン流れてますね。はい、今日はですね、新譜というか、はい、新曲じゃないんだ、リテイクと新曲だね。はいはいはい、それをかけるという、ちょっとね、はい、皆さんに追っかけてお聞かせできるかなということで。はい、メンバーのね、皆さん、はい、周年なんで、あ、はい、周年、あの、キリがいい年齢なので、年が、そうです、年が正しい、そうです、年が周年なんで、そう、はい、年齢が正しいんです。そうです、はい、なのでちょっと記念碑的なね、そうだね、ちょっとシングルを出せればということで、うん、そう、工藤さんから、はい、発案がありました。はい、まあ、一応ですね、これね、流れ的に言うとですね、あのカトンドブレインベスターズは、はい、1989年、89年、2歳ですよ、結成ですね。そうですね、2歳です。結成で、まあ、そこからうようよ曲線、長い歴史がありますね、はい、ありまして、で、去年、あの、工藤さんが加入ということギターとして、はい、はい、ギタリストとして加入したわけですね。ちょっと自分のバンドと二足のわらじでやらせてもらってますけど、はい、はい、アキヤさんにもちょっとその辺を、工藤ちゃん、よろしくどうぞ、よろしくよろしくどうぞ。ね、ということで今日は、ね、今日はということです。今回はですね、はい、この3人でこのラジオ、 YouTube ラジオ番組をお送りするということで、はい、一応番組名は前の引き継いでいいんですか。そうですね、カツ&ブレインバスターズのストリーミングレディーバイブということで、うん、お送りしようということで、それでは、そうですね、はい、工藤ちゃんが入ってからの新曲リテイクですね、はい、工藤ちゃんが、ギター弾いてくれた、ギターソロも弾いてくれましたね、はい、ピクチャードママはい、ということで、カツ&ブレインバスターズのストリーミングレディオバイブスという番組なんですけど、はいはい、
工藤ちゃんがですね KBB に参加した経緯なんかをちょっとね、秋葉さんどうでしたっけ昔あ一回サポートをね、サポートをしていただいたんですね。昔下北沢の地下のねライブ出るときにちょっとサポートしていただいて、はいはい、一回きりだったのよね。そうね工藤ちゃんもそうですよね、うん、12年前ぐらいセーブ B っていうね、はい、ライブハウスがありまして、その時のメンバーの大志くんという人がいたんですが、その人がちょっと留学してしまうということで、あ、そうでしたね。あの工藤ちゃんが、はい、頼まれたんですね。はいはいはい、まあ、だから、結構前の話ですね、それもね。そう、本当に前のうさぎ年ぐらいの感じのノリだと思いますよ。本当だから、うさぎ年、あ、12年前ってことだ。12年前のあ、そうだね、はい、そうすると、私の記憶ではですね、はい、多分、30代だったんですね、私たち。うん、多分ね30代の、うんね、頃ですよね。そうね、うん、でそこからまた12年の月日が流れまして、そうですね、いろんなメンバー入っていただいて出ていただいて私も辞めるの辞めないのもありまして秋の場合はあれですね、それ病気ですね、いなくなるっていう、あの失踪病ですね、失踪病、まあこういうのを積み重ねて、そうですね、工藤ちゃんにまた、うん、巡り合う機会を巡り合う、チェルブルカツオがもうね、やってくれました。そうなんですね、感謝でございます。やってくれたというか、あの最初あの頼んだ時に、はい、なんかアキがちょっと腰を悪くしてあギター弾けませんっていうのがあってですね、はいはい、それで頼んだんですね。そしたらちょっとワクチン決まっちゃってね、はい、コロナワクチンがちょっと決まっちゃって、はい、ちょっと行けませんってなったんですね、はいはい、最初。あ、それ僕がってことですか。そう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 、あ、はいはいはい、その時期でしたね、はいはいはい、それで、あれだね、2回目か1回、3回目かな、3回目、2回目か3回目ですね。そうだね、うん、2回目か3回目のはい、これ、あ、思い出してワクチンで、あ、そうだ、ただ記憶が、はい、で、改めてまたスタジオでじゃあ一緒にやろうよっていうことでね、呼んだわけですね。そうですね、はい、いや、どうだったですか感無量ですね、私感無量。やっぱりね、一回しかライブのヘルプみたいな形でやっていただいたんだけど、うん、まあ、正直心残りだったんですね。なのでこう腰を据えてこうバンドとしてメンバーとして一緒にやりたいっていう思いが残った何十年か前だったので、はいはい、今回こういう機会がいただけて、工藤ちゃんが気持ちよく参加していただけて、うん、感無量でございます。そうですね、はい、工藤ちゃん最初どうでした？嬉しいですよ、本当に声かけてもらって、はい、いや嬉しいですよ。いや前本当こちらこそですけど、12年前に、うん、まあ一回サポートでしたけど、はい、いろいろとこう飲み会とか、うんうん、あとその僕が当時やってたバンドとかの絡みでも、うん、KBB とはこう交流があった感じだったんで、うん、そうだね。でやっぱりその時にアキヤさんとボーカル同士だったんで、でまだ僕も尖ってたので、うんうん、はいはい、ぶっ倒しますよぐらいのノリだったんだと思うんですよ当時。ぶっ倒しますよ、はい、アキヤさんとああただでもなんかそんな感じをちょっと気に入ってくださって、うんうん、ソウルメイトだって言ってくれてたんで、おそれもいまだに覚えてて、はいはい、あ、もうじゃあソウルメイト参加しますってことで。そうだね、はい、でボーカルとしてはご自身がやられてるバンドっていいと思うんですけど、今回このギターのすごいいい旨味をこう KBB にちょっと工藤ちゃんよろしくっていうのは本当にあり、本当に嬉しいです。もうこれをねスタジオでね堪能できる、毎週堪能できる、ね、毎月の1回、まあそれは本当嬉しいんですよありがとうございますということでね、はい、なかなかねこういう話をする機会っていうのは、ね、いや本当ですね、あまりないんですね。うん、シラフでシラフではないんです、ね
飲んでる時はあるんですけど、なかなかね。いや本当にボーカルのバランス、ギターのバランス、工藤ちゃんにこのなんかこれもまた KBB でやることで自分のバンドにもうもっといいものをリターンしてもらって、なんかいいなっていうのを持って帰ってもらうとね、はい、でうちのバンドのギタリストとしてもバッチッと決めてもらうとね、はいはい、ありがたいです本当。そう前にねやってたバンドの、うん、あの音楽性はだいぶちょっと多分 KBB とは違ってたと思うんですよ。そうだね、より有形チックな感じだったと思うんですけど、うんうんうん、今どっちかというとちょっとハードロックより自分のそのギターボーカルのバンドのハードロック よりで KBB にさらに近づいた感じがあるんで、うんうん、本当にあの相乗効果があるなって思ってます。そうなんですね、はい、あのちょっと機会があってこのあの工藤ちゃんのですねバクセットというバンドがありまして、はい、その音源を聞いた時に、うん、あれなんか寄ってきてないみたいな感じがあって、ね、そうそう本当にそれであのその後にやっぱ工藤ちゃんっていうのは頭にあってですね、こう工藤ちゃんがギター弾いたらいいんじゃないかなっていうのはなんとなくなんとなくあってですね、はい、でそういう機会がありましてね頼んだってことですね。まあ、ただハードロッカー寄りなのは弟なんですよね、うん、僕の弟さんがね、はい、ギタリストなんでそっちのバンドで。そうなんだね、工藤ちゃんどっちかっていうとどっちかっていうとロックンロールというか、そうですね、初期ビートルズノリが僕は好きですね、うんうん、シンガロングして、うんうん、一緒に踊ろうぜ的なノリがすごく好きですね、はいはい、やっぱりね。あと80年代のこれはちょっとアキラさんと多分共通してますけど、うん、ベストヒット USA 感ですね、はいはい、ベスト USA 的なエディ、はい、エリーズ、そうですね、そうですね。クロちゃんイギリスにいたんですね。そうですね、もう短くですけどねそこではい、いろいろやっぱイギリスってどうですか、はい、ライブとか見たら。あ、そうですね、何個か見た、何個か見ましたね、何とか見た、何個か見たんですけど、うん、日本のそのライブハウスみたいにライブですよっていう感じっていうよりは、うんうん、ライブもこうなんて言うんでしょうね、まあ、飲み屋でそう急に始まるみたいな、ね、そんな感じなんですよね、はい、そうですそうです、うんうん、まあそれは割と欧米は結構、うん、ちょっと日本と違うとこですよね。そうですね、まあでもキャバンクラブは多分ちょっとライブハウスっぽかったですね。あ、そうですね、はい、意外とこの PA とかもなかったりとか、はいはい、PA っていうかボーカルだけ出してて、うん、あともうミキサーとかなくてっていう、うん、パブというかね、うん、やっぱいろんな意味で原型の国なんだなと思いますよね、うん、イギリスだからあの食い物も味付けが薄いのは原型だからなんでしょうね。だから多分、あ、なるほどね、はい、確かに音楽も食べ物も、うんうん、うん、多分そういうあのシンプルなね、はい、イギリスの音楽とか、はい、の影響を受けてるってことですね。そうですね、はいはい、受けてると思いますね、はいはい、うん、秋山さんどうですか。いやなるほどなと思って聞いてました。なるほどなと思ってね、私も聞いておりましたけど、うん、私ももう最近をいろいろ考えましてですね、考えしましてですね好きなミュージシャン大体イギリスだなってことになんかね最近思う、結構ね、ね、本当そうなんですよ。まあアメリカの音楽聞かないわけじゃないけど、聞きますよね、やっぱイギリスの音楽ってこう、うん、なんていうかな、どう、うん、なんですかね、こう島国島国がこうなんか共鳴するのか、うん、どうも好きなミュージシャンみんなイングランドだ、映画もイングランド、007もイングランド、うん、なんだみんなイングランドかなっていうね、うん、こう、まあ、ちなみに僕尖ってないです。尖ってないってどういうこと。どうぞよろしく。あ、髪、頭は尖ってまあそういうね、あのバックボーンを持つよお二人、はい、バンドやってるわけですよね。今日はあのドラムのドギーさん来てないですけど、うん、ドギーさんも、ドギーさんはどうなのかな、あしょメタルメタルメタルっていうメタルハードロックの人、まあそれは自分も私ね、カツオもそうなんですけど、うん、まあ本当イギリスってね、俺は行ったことないんですけど、俺はアメリカとはカナダしか行ってない、外国はね。カナダも結構ハードロック寄りのサウンドのイメージありますよね、うん、あのニッケルバックとかも。そうだね、はい、ま、ともするともうなんか、メタルみたいな音でやってるハードロックバンド結構多くないですか、うん、そうだね、うん、やっぱこう大陸なんで、
はい、なんていうのかな、まずは日が沈むのがですね、夏になると10時以降なんですよね。あで朝はもう5時、はい、前5時ぐらいから明るくなるんで、はい、なぜパーティーがね、その終わんないんですよ、うん、パーティーを始めだすと、うん、電柱はこれアメリカ人もまあ割とそうですけど、うん、カナダ人もっと田舎、アメリカの田舎町っていうか田舎なんで、はい、本当になんていうかな、だからそういうとこなんで、うん、やっぱそういう音楽がやっぱ生まれやすいんですかね。日照時間の、違いって結構でかそうですよね、本当に。そうだね、はい、ドイツもなんかやっぱ日照時間がこう短いから、うん、こうメタルで発散するみたいな結構背景があるじゃないですか、はいはい、あとあれも北欧も、はいはいはい、そういうなんか気候と音楽の関係性もありそうですよね、その辺ね。そうですね、うん、秋葉さんどうですか。なるほど、パーティーいいね。パーティーですね、うん、じゃあそろそろですね、はい、もう一曲あのリリースがあるんですね。お、リリースがあるよ、ね、はい、新曲そちらをちょっとおかけしようかなって思ってるんですけど、ちゃんと流れるのかどうかは後でねあれですけど、じゃあ曲紹介はこれは秋さんからいきましょうか。はい、お願いします。カッツ&ブレインバスターズ2023年、いきます。 The Streakers。 ザ？いらなかったっけ。ザウーゲー。はい、ということでですね、はい、スリカーズザはいらないというザはいらない、ザはいらない、ザはいらないスリカーズ、スリカーズ、はい、という曲を、聴いてもらってますね。はい、はい、どうですか。そうですね、このなんか割とこういう大きいノリの、うん、曲って、うん、まあ、さっきの話じゃないですけど、うん、なんかイギリスっぽくないから逆に僕は、あーそうなんですね、いいんですよ、なんかその、うんうん、あんまり日本のバンドでこうアメリカの大陸の大きいノリのバンドってそんなないと思うんですよ、はいはい、なるほど、エアロスミス的な、はいはい、これ結構そっちよりも、あまあファンキーなね、はい、感じ、ファンキーというかなんかこまごましてないので、うんうん、僕はなんかその自分から出てこないスタイルなんで、はいはい、すごい楽しいですね、やってて。あ、はい、なるほど。秋葉さんどうですか、スリッカーズ。そうね、これ最初にデモの音源いただいた時にね、わ来ちゃったなと思って、これ一番自分に合ってないな、ね、自分に一番合ってない世界観だなと思ったんだけど、はいはい、これなんかね、このパンキッシュな感じもね捨てがたい、僕も、まあ、パンク好きだけど、うん、これをちょっと遠慮するのはもったいないと思って、はいはい、これは挑んでね、家でだいぶ練習したけど、結果レコーディングするときが一番良かったけど、うん、今が一番いいね。
ぱ多少のね、こうちょっとこういう風に感じで歌ってとか、うん、発音もうちょっとこういう感じでとかっていうのは自分が言いましたけど、そうね、まあ、結果やっぱね、秋のフィルター、秋谷のフィルターがこうダッ、それが、ね、それがね、本当はね、いいのか悪いのかやっぱ今でもちょっと悩むところだけど、まあそれがバンドってやつじゃないですかね、うん、結局バンドサウンド、いやそれじゃないよって否定はされないで、今もうバンドで4人でやってるわけだから、うん、もっともっときっと良くなるはずだ、きっとライブでねもっとこれ弾けると思うから、とってもあのライブも楽しみにしてほしいです、はい、そうですね、ということで、はい、なかなかこうなんだろうな、あんまりない感じなんですかね、普通、いやないと思います、ね、日本の音楽の中でってことですけど、まあ、ないですよ、ほんとなんかね、ないっていうか、多分ね、洋楽の影響を受けて作りましたっていう、はい、じゃなくてですね、うん、飛行機の中で歌詞とか書いたんですけど、はい、その時にもう曲がなんとなくできてたんですね、うんうん、で、その時にやっぱ、あのカナダから帰ってくる飛行機だったんですけど、はい、なんかね、こうやっぱね、カナダ、バンクーバーなんですけど、うん、こう、コカインのね、中毒の人がいっぱいいて、うん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 、これ、歌詞で、cracks in my nose って言ってるんですけど、うん、クラックってコカインのことですね。うん、それが入ってる、吸ってるんですけど、鼻からこうやって吸引するんですけど、はいはい、このいいんですか、この話ね。だからコカインってところにピーって入れれば、あ、そうなんですか、 YouTube でも消されないんじゃないですかね。YouTube どうなんだなってことなんですね。 YouTube 今厳しいですからね。話的に今、俺大丈夫かな、大丈夫かなって思いながら話してますけど、まあそういう、社会問題、社会問題なんで、大丈夫です。で、そういう人たちってみんな白人なんですけど、はい、だからね、そういうことがちょっとね、歌詞に入ってきたんですね。はい、うん、なんでなんかこう、ちょっとなんていうの、ただストレートのロックンロールっていうより、はい、なんだろう、ちょっとこう、ダークな感じ。うん、になったんだと思いますね、曲も、うん、まあ、やっぱりそうやって世相みたいなのを反映させますからね、やっぱロックはね、そうだね、はい、だし、うん、やっぱそのなんだろうな、飛行機の中で書いてるから、やっぱそのカナダのその空気感がちょっとやっぱありますね。あ、そうですか、うん、ああそう、そうかな、そうかもしれないね、うん、なんか感じました、そういう、そうね、僕これカツオ君がこれ飛行機でできたんだよっていうのを、まあ、ツイッターで、まあ、見て、あ、新しい曲できたって言って、それ聞いてないんだけど、うん、でそれがこのスリッカーズなんだけど、すごくねこれね新鮮だなと思ったんですね僕は、うん、わおと思って、すぐにでき、歌詞もあって曲もあってボーンってすぐにデモが送られてきてフレッシュだなと思って、うん、これはねとっても僕気に入ってます。本当工藤ちゃんもさっき言ったけど空気感すごくあると思うし、これを今こうなんていうの、再現じゃない、演奏できるっていうのが、それがカツオ君が最初に思ったことなのかどうかまた別だけど、うん、フレッシュさはね、これなんだろう、このジャンルでもなんでもないね、パンキッシュでもあるしロックンロールでもあるんだけど、なんとも言えないよねこの曲ね、そう、不思議よ、なんかラップっぽいの、ラップっていうかそういうなんかニューヨークの感じもあるんだけど、不思議な曲よねこれ、うん、不思議なんかガッツポーズだったんですけど、今なんでしょうか、不思議、そうだね、不思議ね、うん、やっぱね、まあアジア人じゃないですか我々、はい、だけどなんていうかな、まあバンクーバーの話なんですけど、また、うん、中国人すごく多いですね、はい、中国人が、要は昔チャイナタウンっていうのを作ってですね、はい、バンクーバーで、でそれが今すごく老朽化して、こうものすごいなんていうか、ちょっとこう汚くなって、うん、その中華街、うん、チャイナタウンに、さっき言ったような、悪い子たち、まあ悪い子ですまあ、まあ、あれですね、ドラッグの、うん、はい、ドラッグを、はい、ね、やってるようなホームレスの人たちが、はい、こうたむろしてるんで、うん、なんかね、そのカオス感みたいのをね、やっぱ曲にちょっとガーってこう入れたくなったんですね、うんうん、やっぱちょっと古くなったチャイナタウンってやっぱちょっと荒廃してる感じなんですか、なんか廃墟まではいかないけど、いやもう廃墟だ
廃墟ですか。廃墟ですね。ええ、要は中華料理屋さんをやってたんだけど、はい、もうやってないよ。あ、そうなんですね。中国人ってもう、それ、要はその低所得層ではないんですよ、うん、バンクーバー、うん、完全にセレブですね、中国人って働き者ですからね。もう土地とかもガンガンね、うん、売ってって転がしてっていうのが今中国人なんで、うん、要はその昔中華街でこう、ね、中華料理屋さんやった人たちがそうなってる、うん、もう成り上がっちゃってるんですね。そうなんですね。出稼ぎではないと、もはや、はいはいまあ、すごいな。スリッカーズね、はい、聞いていただきました。はい、はい、ということで、カズ&ブレインバスターズストリームレディオバイブス、そろそろ、ね、お別れの時間ということで、お別れの時間、 YouTube でお別れ時間とかあるんですか。お別れない。エンディングですね。まあエンディングということで。そうですね。どうでしたか、はい、今日は、今日久しぶりのラジオということで大変緊張しておりますけども、これに懲りず、2回3回4回5回6回とやりますから。そうですね。ちょっともったいないんで、うん、せっかくですからね、うん、これはもう皆さんに、ね、ラジオの人もいるし、ね、そうですね、バンド、ね、ラジオ音源だけじゃなくて映像だけじゃなくて写真だけじゃなくて、はい、声として、はい、また届けたいと思います。どうぞよろしく。はい、自分がね いつも作ってる側なので、うん、出るっていうのは新鮮ですし、今日かかった曲実はこうあれで前サポートした時は自分の音がこう入ってる音源って1個も KBB になかったんで、そう、ね、そう、うん、人が弾いてるやつだったんで、今回2曲入れたっていうのはまたひとしおなので、うん、はい、そうだね、すごくライブでも、ね、やるのも楽しみにしてます、はい、自分でも、はい、そうですね。ということで、はい、カツ&ブレインバスターズ、リリース、ピクテイルズママと、スリッカーズという2曲がリリースされますので、はい、ぜひチェックしていただいてね、聞いていただきたいですね、はい、あとライブもやるけど今んとこ決まってないんで言えないんですけどやるんで、その辺もはい、ツイッターなんかでチェックしていただければいいかと思いますね、はい、私たち知ってる人は、まあ、ツイッターとか知ってるけど、まあ、知らない人が聞いてる場合もあるんで、うん、あれですけど一応ね、TABT Rockin' CK TABT ROCK INCK っていうのが私のアカウントなんで、そちらでチェックしていただければ。あとインスタもありますね、一応インスタもある。そうですね、カツ&ブレインバスターズで、はい、そうですね、ハッシュタグでつけてやるんで、はい、その辺もチェックしていただければと思って、はい、それでは、皆さんね、よろしくお願いします。Keep on rocking! Keep on rocking! Yeah!